こんにちは、コンバインソネです。今回はマグメルに行きたいと思います。ただいまね、テイク4かな、テイク4でございます。テイク1と2がラスゲまで行きまして、テイク3があそこウラヌスかなのところで死んじゃったんだけど、テイク1と2がね、ラストゲージの覚醒ゲージを越せなかったんだよね。それでやられるっていうのが2連チャンだったから、ちょっとね、ラスゲがね、うまく真ん中にははまってるんだけど倒せないって感じだったんだね。まあ、改めていきましょう。これがこんな感じの角度だったような、あ、下入っちゃった。もうちょっと上かな、キリマンジャロじゃなくてギムレット、ギムレットだね、こいつ。ギムレットじゃねえわ、なんだっけ、ギガマンティスの、まあいいや、これはこんな感じだよね。ギガマンの貴族性だよってマークのところの左上のところをかすめる感じで、いつもは自分やってたんだけど入んなかったね。よし、アルカリア悪くない。アルカリアがもうちょっと下かな、もうちょっと下で、もうちょい気持ち左だったら嬉しい。次の、ステージでね、これは次獲得できるでしょうか、あのガイドを突破しましょう。アグナックスがどうか、アグナックス、アルカリアかな、アルカリア、ほい、バトル2。大暴れだ。よし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 、あざっす。アルカリアがアグナックスの位置だと上に行って下に行ってこういうね角度ができたんだけども、オッケーだね。待って、次なんだったっけ、左にあのガイドさんがいた気がする。そうだね、左にいたね。よし、まあ、もちろん、マインスイーパーの方がはまらなくていい率があるからねって考えたら、あ、何の使って、お、いい位置、あ、そっち無理やり、ナイス。これでロックでしょ。あれ、作るとだっけ、状態上回復って。おう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 おお、ちょいと映像が乱れてしまいました。いきましょう。この角度ですかね、そういうことですね。まあでも壁から入るっていうのは結構ね、いい角度ではあると思う。今のは偶然だけどね。難しいね、やっぱり。これは完璧入れ番する、やってみるでしょ、やってみるよ、これは完璧入れ番でしょ。あら、しなかったね、入れ番すると思ったな。で、次がウラヌスのところなんで、オッケー、
すいません、ガイドはいただきます。ガイドはみんな欲しいからね、これさすがに。リシテッチャーのこれ取るの？これね、やっぱりねスピードアップってね強い、うん、スピードアップは強いっていうことで、バトル4、これいきますかね。やっぱ無理だね、弱点ですよね。お、いけそうこんな気がする。行きなさい。 OK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 、 もうここでは死にたくない。まあ1回しか死んでないけど、これはいけるんじゃない？入りづらいね。危ない、ちょっと喉が。はい、危ない。これでね、ハートは取りたくないんだ。これ次金貨だよね。よし、で左の鉢、よし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 。ジンもね、これマインスイーパーだったら最高なんだけどね。まあ欲だけどね、欲。 OK、 まだ入らないで、もうちょっと浅くてよかったか。友情ロックしてくるんだ、皆さん。待って、アグナックスの位置先から悪い。これハマらなくても結構削る。さっきはね、雑魚処理に時間かかっちゃって、左下の時にね。それでやられちゃったんだけど、ウラヌスのあれホーミング3ターンのやつね。これも大丈夫だな。最初らへんの降臨の時は綺麗に倒したんだけどね、ここアグナクス当たって上に入って、はいみたいな感じだったけど、あー、ゲットならず、ゲットならず。これ必中だよね、これと友情ロックね。まあそうじゃないと簡単になっちゃうか。うん、もうちょっと浅かったのかな。いや、もうちょっと深かったのか。むず。奇跡が起きますね、これ。でもなんか起きるよね、マグメルって。わかんないけど、オッケー。で次入りましょう、次入りましょう。やっぱりね、なんだろう、こういうところでさ、ルーペはこううまくこう見れてないよね、大きさをね。ゲイ、行きたいね。ここでハート欲しいね。金歯だね、金歯が欲しい。
よしよしよし、 HP 高いよねやっぱり。なるほど、金貨にしていきたい気持ちはあるんだけど、そんなこと言ってたら死にそう。よしよし、いいよ、左左右左左右左、全然 OK。 でもさ、これさ貫通拡散なんでしょ、この子。くれた？くれたよね。うん、そう考えるとすっごい便利だね。で、左の2で死ぬんで、オッケー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 だね。だよね。危ない危ない危ない。危ない。ふう。うー、危ない。よし。行きましょうか。ゲットなるか。よし、ゲットですね。でとりあえずガイド取りながらちょい削り。あらららら、ら倒しちゃいましたね。いや、これ結構ここ難しいよ。よし、オッケー、今ならよかったね。これアグナクスが元気だったら、難しいね。オッケー、オッケー、オッケー。ほんで、いけ、よし、よし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 、いいよ。で、ここ若干余裕できたよね、一応。無難にね、やっぱり触れてった方がいいかもしれないね。ルーペに友情で当たってくれるからっていうのは結構賭けだね。ほい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 、オッケーオッケー、まだ入らない。で、ここで越したくないんだよね。オッケー、アルカリアがハマっちゃってるから。よし、で抜け出しながら、よし、いいんじゃない。で、ウィンドロック、ウィンドロック、よし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 。弱点当たるとやっぱいいね。うんど、そういえばノンノってウィンドついてたよね。すげえな。私の推理、逃さんぞ。よし、いいところいいところ、多分。ちょっと待ってね、画面チェックチェック、 OK だね。
これはいただきます。ありがとうございます。これはね大きいよ。これ難しいな。よし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 。ジンでしょ。これもおお、こと？いけんの？ガイド、ガイドだよこれ。でもねここじゃないんだよね鬼門が、まあ、ここも大変なんだけど。貫通拡散弾意外と入ってるよ今。100何十も入ってたね。やる。オッケー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 。ここら辺から削りを意識しましょう。ナイスー、いいね。で次が上かなですね。あざっす。で上に来るのね、素晴らしいね。はい、ラストですね。そうだからね、4回中3回ラストでしょ。だからガチタコ、これさ、一つで位置クソ悪くない？ふんふんふん、クソ悪いよね。蹴倒さなくていい。よし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 。よし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 。であと横で倒せるでしょ。よしいいね。で思ったのがこれ最初から真ん中にいて SS 打ったらダメだね、アルカリア。だからアルカリアは斜めにいて入れる状況にしてあげないとダメだと思った。え、むず、なにこれ。え、これ難しくね。そう、だから今ね最終ゲージ恐怖症なんだよね。1200万でこれだもんな。1200万でこれだよ。そうだからここから斜めで弾くのが正解なんだよね。ストライクショット。隠された神の秘密見つけられるかな。ダメだ。どう削ってたんだろう、わかんないな。ストライクショット。高すぎる。オッケー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 。
これみんなにねお見せしたい。どう削るのか教えてほしい。よし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 。これいけるっしょ。あ、今のいけないプレイ見した。ウィンドでしょ。よし、オッケーです。よかった。最後の最後も10時超えてるからね。あぶねー。だからとりあえず分かったのは真ん中にはまった状態で SS は打たないなんだけど、初見じゃないね、初日の時はアルカリア斜めんで入ってそこから倒したからね。あ、宝箱使ってないんだけど、まあ行って落ちたんでよかったでしょ。しかもクリアタイムだしね。はい、とりあえず勝ててよかったね。はい、ということで今回はマグベル2、運枠1、まあ、とりあえずこんなパーティーで周回するかなっていう感じの、パーティーで挑戦していました。まあ、先ほども言った通り4分の3、4回やって3回ラスゲまではたどり着けているので、あとはラスゲのね立ち回り方をちゃんともうちょっと勉強して、運2だとどうなるのかね。まあ、一応アルカリアがいたけど、アルカリアがね自分苦手なんだよね、めちゃくちゃ。宝来の方が、うん、ホーラーのが得意かな。そうだから、まあ、とりあえずこの運枠1で、うん、頑張りたいかな。あとはスクールドとかノンノとかゲットしたら使ってみたいね。っていうか、あの次回降臨してもし取れたら使ってみたい。そう、とりあえずあの動画にねしたかったから、あのこれでね撮ってたからノンノとか今回ね使えなかったんだけど、多分めちゃくちゃ強いと思うよ。うん、まあいいや。ってことで今回は運1でね、マグベルに挑戦していました。最後までご視聴ありがとうございました。やばい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは、真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にも、いろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。やばい。